古風。古風、古風、風本は中国の文芸理論家、文学評論家、翻訳家、詩人。原名は、蝶密妃と、筆名に、谷、妃、高原、蝶花などがある。露人との信仰もあった。左翼作家として知られ、と呼ばれる、作家集団を作った。1955年、共産主義に反したとして、仲間と共に逮捕され、 1965年まで投獄される。一度は解放されるが、1965年に、懲役14年の判決が下り、1979年1月まで投獄される。1985年6月8日、死去。1925年、聖火大学英文化に入学。1929年日本に留学、東和高等予備校で学び、 1931年、慶応義塾大学文学部英文化に入学。プロレタリア科学研究所芸術部会に参加した。また、東京支部に参加した。1933年、抗日レジスタンス運動の門で逮捕、中国に強制送還された。上海で左連戦伝部長に就いた。1935年、秘密出版された雑誌。 菊ク文総2小説を発表、ソ連の社会主義現実主義理論を紹介した。1936年、共同編集で雑誌、海燕を刊行。そこで翻訳短編小説集、三例を発表し、朝鮮や台湾における反植民地闘争の様子を紹介した。1937年7月、日中戦争が勃発した。それを受けて9月、 戦坂の上海で、7月を創刊、7月思想や七月文想、7月分創と呼ばれる作品を発表した。1938年3月27日、中華全国文芸会公的協会が作られ、常務委員に、就任、10月に、武漢に移り、さらに12月、重慶に移って、福丹大学教授を兼ねた。詩集、ため祖国時課、エッセイ集、棘原草。 文芸非評論文集、県、文芸、人民、論民族形式問題、訳文集、人与文学などを発表した。1945年、導任し、希望を創刊。文芸非評論文集、ため両名店を発表した。1948年、論現実主義的児童を出版した。1949年1月、両名省の解放区に入って、 共産党の運動に参加した。1949年10月、中華人民共和国が建国され、中国文学芸術会連合会委員、中国作協全国上位を歴任した。徐情調子、時間会資料、読者集、和新人物在家樹、エッセイ、純言党、イタル広流、調子、ため両朝鮮、ため、両人類などを発表した。また、 評論家として、報告文学、小説、劇、映画、児童文学、商品文を批評、人民文学出版社から古風評論集3巻を出版した。1952年、文芸制風運動の一環で、人民日報に批判された。この時はまだ罪に問われたわけではなく、1953年には、作家協会の常務理事に選出されている。 1954年9月、台湾に亡命していた作家古敵が批判され、いわゆる古敵思想批判が始まった。これに関連して古風は、文芸法編集部や、党の文化官僚を批判、さらに、塩水博や修行が古風に反論した。一連の動きを見た、毛沢東は古風を、反革命文史と認定、1955年5月16日に、 逮捕された。梅氏道、牛カンラーの仲間も罪状も明らかにされず次々と逮捕あるいは監禁された。彼らは古風半島集団と呼ばれた。逮捕を命じたのはラズイ教、その罪は各松弱により半革命とされた。その後、紹介石のスパイ、あるいはその協力者と判定された。ただしこれは冤罪であった。というよりも、 中国共産党による後付けの理由である。この際に逮捕された者は92人、調査された者は2000人以上に上った。このうち公式に古風集団と認定された者は78名、このうち免職、労働教育、過法労働などの処理を受けた者は61名だった。古風らは政治犯監獄である新城監獄に収監された。このうち 罪が軽いとされたものは1年ほどで釈放されたが、一方、河上義、し、勲井など罪が重いとされたものは1960年代の後半まで収監された。古風自身は10年間入国し、10年目に懲役14年の判決が悪だった。さらにその後、無期懲役に切り替えられた。古風らが逮捕された後、中国の文芸界関係者はこの事件に関する、 意見書を出すことが義務付けられた。そこで沈黙することは許されず、古風羅を批判することしか許されなかった。古風羅を擁護した者は極に入れられた。このため、両の場一年間軟禁され、さらに文化大革命で、再び収監されて、極中で死亡した。最もっとも、大多数の文芸界関係者は、表面上は古風を批判することで、その地位を保った。 毛沢東は1956年4月25日、重大関係を論図、で、古風問題について、古風のような反革命分子はゴミであり、害虫であるが、捕まえた以上は殺さず人民のために働かせるべきだ。判明勢廃物、是害虫、かぜそういたるで以後、客界譲る他門級人民展示場。と述べている。1956年5月2日、 中国政府は百科政法百科総名と呼ばれる運動を開始し、言論統制を少し緩めた。中国政府は社会主義を賛美する言論が行われることを期待した。ところが中国政府の意に反して古風を擁護する意見も続出した。北京大学の学生臨機は演説の中で古風問題について触れ、彼らは反革命分子ではないと堂々と主張した。また、 かつて、古風半島集団とされた、何道子や、牛館、宗卓、王王明、家鉄らは自分らは、決して反革命分子ではないとする文を発表した。結局6月8日、毛沢東は、百科製法百科総命の方針を事実上撤回し、反右派闘争と呼ばれる、言論弾圧を開始した。古風問題は特に重視され、彼について言及したものは賛成派。 反対派を問わず、ほとんどが逮捕された。ノブル株はかつて、古風を告発したために、古風問題の時は事なきを得ていたが、反右派闘争では、古風の一味とみなされて、労働改造に回された。クレソコウもまた、古風を告発していたが、右派とみなされた。陳優は古風派のを批判していたが、古風を批判する一方で、古風の影響を受けたとして、右派とみなされた。 かつて釈放されていた古風派もまた罪に問われ、投獄されたり、労働改造に従事させられたりした。さらに1965年から始まった文化大革命で古風派はもう一度反革命集団のレッテルを貼られた。古風は合計24年の監禁懲役の後の1979年、出国した。その後の中国では1980年、 1986年、1988年の3回に、わたって、名誉回復が行われ、古風ら、古風集団も、また名誉回復された。1981年、全国人民政治協商会議委員、1982年、中国文学芸術会連合会委員となり、さらに、中国作家協会と文化部文学芸術研究員顧問などにもなる。 1985年6月8日死去。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。